駅は、香川県中田土郡多土津町西白方にある四国旅客鉄道予算線の駅。駅番号は Y13。島式ホーム1面2線を有する地上駅。1番線が上下本線、2番線が上下副本線となっており、通過列車は上下線とも1番線を通行する。停車列車については方向別にホームを使い分けるが、 対抗する特急を通す場合には方向に関わらず2番線に入る。駅舎とホームは古線橋で連絡している。高松駅に自動改札が導入されたのに合わせて自動券売機が設置された。2008年5月末日までは簡易委託駅であり、駅近くの商店で関音寺方面は伊予寒川まで、多土津方面は土産線阿波池田、徳島線波かも、 高徳線、薬利口までの乗車券を販売していた。交通系、IC カードには対応しておらず、2019年現在、導入予定もない。1日平均の乗車人員は、以下の通り、香川県駅乗降客数、2021年3月11日閲覧。日本国有鉄道工事 S46.11、6港436ご利用可能エリア。 伊高下ガイド四国旅客鉄道2020年4月24日閲覧観光地へのアクセス駅で新たに伊高下がご利用できるようになります四国旅客鉄道西日本旅客鉄道オリジナルの2019年12月23日時点におけるアーカイブ https://web.archive.org/.web/.20191223213927/.http://www.jr-s-a-h-i-k-o-k-u.co.jp/.03 ニュースプレス 2> 2019% 2 0 0 7 2 0 2 9 2 0 0 4 p d f 2 0 2 0年1月13日閲覧。ありがとうございます。